源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に筑後訳が流れます。一瞬で一語一語しっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。具体的にはこんな感じです。女房、好意、あまた侍玉池の中にこんな風に原文を読み上げますので、あなたもそれに合わせて音読をしてください。次に赤字で筑後訳が表示されます。傍線部分を特に照らし合わせながら一語一語しっかり着目をしてください。さらにはイラストが表示されます。この場面での意味、どんな内容なのかしっかり確認をしてから次に進んでいきましょう。それではイラスト役のスタートです。前回の玉の神の話が終わり、今回からは遠野中将が話し出します。遠野中将というのは光源氏の義兄弟で、光源氏とは良きライバル関係の貴公子です。それでは行ってみましょう。中将、何がしは知れ者の物語をせんとて。いと忍びて見染めたりし人の。さても、密、べかりし、気配なりしかば。ながらうべき、おのとしも、思いたまえ、さりしかど。慣れゆくままに。哀れと覚えしかば。絶え絶え忘れぬものに思いたまえしよ。さばかりになれば。打ち頼める景色も見えき。頼むにつけては、恨めしと思うこともあらんと。心ながら、覚ゆる折々もはべりしよ。見知らぬようにて。久しき途絶えをも、こう、たまさかなる人とも思い至らず。ただ、明日夕べに、もてつけたらん、ありさまに見えて。
心苦しかりしかば。頼め渡ることなどもありきかし。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回、2種類の頼むが出てきました。一つは、打ち頼めるの頼む。そしてもう一つは、頼め渡るの頼むです。どちらも基本形は頼むという形ですが、上の方は頼めるという完了の助動詞に接続していることから、この頼めは予断活用以前形という風になります。下の方の頼むは渡るという補助動詞に接続していることから、この頼むは下二段活用の連用形ということになります。つまり、四段活用の頼むと下二段活用の頼む、当てにすると当てにさせる、自動詞と他動詞、二つの動詞が出てきたわけですね。さあ、今回もあまよの品定め、遠野中将のお話が始まりましたね。彼の恋人であるこの女の子は、今後、光源氏の恋人として再登場することになります。どんな話になるのでしょうか。どうぞご期待ください。さあ、今回も第2条母切り、あまよの品定めからの動画でした。第1条切り壺においては、すでに YouTube にアップしてあります。リンクを下に貼っておきますので、また確認をし、最初からご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら、日々の受験勉強のサポートにお使いください。それではまた。